ラビーズオーバー、悲しいけれど終わりにしよう、キリがないから。ラビーズオーバー、バラクラ男。ファンの皆様、こんにちは。こんな休みはいかがでしょうか。ジョギング研究家大阪支部主任サンゴです。僕には綺麗な山、太陽、やや少し吹く風、少し息が切れる程度のランニングが心地よい素晴らしい日曜日。こんな休日はいかがでしょうか。サンコ、最近ジョギング始めました。めっちゃ気持ちいいんですよ。ジョギングで痩せるっていう考えはないんですけど、やっぱええな、ジョギングは。地面をね、こう反発するっていうか、こうポン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 ってこういうね動きなんで、なんか体の調子がねいいんですよね、ジョギングすると。ジョギングはボディメイク、ダイエットに必要か必要じゃないかみたいな、そういうディベートがねよくあると思うんですよ。でサンコンの意見としては、痩せるためにジョギングはあまり有効ではないのかなという考えです。私がよく使うこのグラフ、1日の消費カロリーのグラフですね。 70% が基礎代謝、 20% が活動代謝、 10% その他。なのでジョギングで痩せようという考えは、この 20% 活動代謝の中で痩せようという考えになるんですね。この 70% の基礎代謝っていうのは、筋肉量を増やせば上がるんですよ。なので筋肉量を増やす筋トレをして、いい食事をとって、この基礎代謝 70%、 この炎を大きくして、何もしなくても代謝されるような体を作るっていうのがね、痩せる上で一番重要なポイント。大将、大将、助演、助演、助演、大将、助演呼んで、助演。おー、よし、走れ、走れ、走れ。マジ、子供がいっぱい遊んでるな、ほんまに。子供がいっぱい遊んでるな。幸せな光景やな、ほんま。これやで、日曜日は。うわ、話来た。子供遊んでる、子供遊んでる、いっぱい子供遊んでる、楽しいな。楽しい、楽しい、楽しい、よしよしよし、マジ。わ、走ってきた、子供がいっぱい来た、ほら。うん、いいよいいよ。女の子、男の子。ちょっとビビりやん。あ、犬好きな？好き、猫とか犬とか大好き。猫とか。おおおお。マジ？
Thank you.